はい、今日は東京駅、東京駅に来てます。今日はこの3人で西成行きます。そうですね、もう一本買おう。西成に一泊二日ですね、はい、いや長野以来いや超楽しみだな。しかも天気今日だけ晴れたじゃん。あ、ね、本当最高。新幹線到着した。13号車の8番。おお来た。おお来た。完璧だ、完璧。ありがとうございます。じゃあ、大阪西成行きまーす。よっしゃ、いいね。着いたね。多めに。これ、この間のヤギの私のくじ。何買ってるんだ。負けました。何これ。かつぶしかん。すげえ。7個あんじゃん。何やっこう。ありがとうございます。なめんなよ。なめんなよ。なめんなよ。ティアドロップだ。ティアドロップ。立ち広しになっちゃうし。9時20分なのに飲み疲れちゃってる。大阪、新大阪着きました。新大阪着きました。大阪着いた。ギフトキオスクだ。有名なの？知らないっす。やべ、大阪駅の中車止まってんじゃん。え？鈴木不祥事。はい、エース。じゃあ次は御堂筋線行きます。ちょっと待って、よしよしよし。かましてる。さあ、動物園前着いた。おお。晴れてる、しかも。おお、着いた。新人。うわ、大阪。うわ、最高。俺あれ最初 GoPro つけてんのかなと思って、みんな大阪の人チャリンコ GoPro すげえとか思って。じゃあそのうち割合が東京の多分倍以上だと思う。全然超。東京なんか飛んでないもんね。よし、じゃああっち行ってみよう。俺の西成なんていう日もあるね。セセリカバーク外国、外国そういう風にしてくれるんですね。ああね、味噌設定の味噌。はい、踊ってる人がいる、ほら。あ、そう、そこはいつも毎回僕の動画でも踊ってる人がいるんですよね。あ、あいついた、この間も第一村人。そうすげえな、いいっすよね。あ、赤ちゃん、おいで。
なんなんだあれ。すごいね。最高じゃん。この辺結構ホテルがいっぱいあるんだね、ほら。あの500円のやつそこっすね。ここが今日の宿っすね。はい、ここが今日はあの先輩泊まるホテル。はい、太陽。太陽泊まります、はい。どこに住んだ今日。全然考えてない。なんとかなるっしょ、今日。目の前、目の前。では、お待たせ。まあ、500円がダメだったら700円もあるんでしょ。この子も絶対もっとラブホだよね。鉄格子がね、うん、もう、すごいエモい感じしますね。ヴィラ明治。うわ、本当に始まるね。これアーケードじゃん。あのデザインが。あの建物もサイケだよ、ほら。あの左の。本当だ。なんだあれ。見立て。つまみの調整ないのにさ、調子いいんだろうね。あ、M 級だ。メイブイフランスだ。なんで M 級って。あの、M に、これ、あれじゃないですか。エースじゃん。あ、これ有名な人じゃん、これ。おぉ。これね。あ、この M じゃ有名な人だ。おぉ、やばワン、ツー、スリー。OK。いいね。うわ、なんか重い、重い。空気重い。あとなんかおばあちゃんちの匂いがする。なんエロいの見てんね。斉藤さんドキドキしてるって言ってた今。斉藤さんってあれやってんじゃないの、アプリ。卵焼き150円。あ、すげえ。いや、柔らかご飯も売ってる。うまそうだった。うまそうだった。500円。500円でも腹いっぱいだよ。ビール買いちゃうよ。あ、この辺で降ったら、どういうふうに、あれラジコンバッグだ、何気に。あ、ほんとだ、イーグルのバッグだ、イーグルのバッグ。あ、やってんだ。絶対ラジコン好きだ。ホルモン並んでんの。あ、あそこになんかフィリピン人が、宮本武蔵じゃなくて宮本むなし、これもジャネキじゃない。大阪っぽいわ、超大阪っぽい。西成ジャズだってかっけえ。これ右曲がったところが確か500円の宿。あー、必ず。あったあったあった。あと居酒屋の隣。ここですね。青い看板の。ここ。そうです。でまだやってないね。やばかった。もうちょっと死にそうになっちゃったんで、あそこも出てネットカフェかなんか。いや、泊まりたいなと思って。いや、もうということで、なんと500円の宿閉まってました。何時に来たらいいんだろう。給付金。区別できないっていう。酒買いたいね。あ、ビール買いますか。あ、
さん。のどごし生だな。これこんなちっちゃいのあんの？ね。だから安いので。で170円と140円これ。じゃあ俺これ買って。100円なくない？一気飲みしよう。いや俺もこの缶チューハイ見たことないなと思って。これ買うから。短い、初めて見た。お、本当に短いわ。すげえ。おい、喉こんな初めて見たじゃん。はい、あるんだ。すげえ、ランチボックスみたい。これはすごい。乾杯しよっか。はい、じゃあ、ちょっと珍しいあれで乾杯しようよ。いやー、やべー。乾杯。乾杯。乾杯。西成。イエーイ。うん。ああ、うまい、最高。やばいね。今の出会い。あ、うまい。やっぱこの宝がうまいんだよね、なんか。まだ残ってんだ。うん。おはよう。メキシコ系ですよ、メキシコ系。あ、そっか。だってメンチカツみたいな。メンチカツ。ここじゃなかったね、だろ。ここです。これ取る。使っていいやつ。使っていいやつです。僕も使いました。うん。なんかいっぱいある。すごいな、またセンターは。なんだろうね。なんか点々とガードマンがいます。ね、初めて見た。あ、やべえ、この中入ったことないわ。ここ入ってみようよ。ちょっと待ってください。おしっこしたい。はい、これでこっち案内されたんですけど。はい、どうやって入っていいか分かんなくて、トイレ、本日トイレ閉鎖だって。あら、トイレ使えるの？あ、使えないし、使えない、使わないか、使わないんで。どっかトイレあるかな。ああ、俺もうおしっこ漏れちゃいそうなんですよ。聞いてないか。この目でシカトね。シカトね。本当に。シカさんはしょんべんしてえな。ちょっとマジで。あ、この通りあるんじゃないの？こっちの奥様。買う？一応200円。安っ。安っ。200円。これが意味しないで。むしろ朝5時なんか来なくても今思いっきりやってんじゃん、真っ昼間から。藤本さん知らなかったっすね、あの人。あ、この辺でやってると知らないかって聞いたの？うん、聞いたんですよ。知らないって言ってました。釜飯60円。じゃあとりあえずこれで新世界の方行きますか。まずはお腹すいた。レッツゴー新世界。ね、50円ジュースここにあるんじゃん、ほら。本当だ。釜飯60円ですよ。買ってみる？こんなどうとかですか？ナンバー超かっこいいじゃん。怖いな、やっぱり。マインドハウス2だ。警備保障の前に。スワップミートじゃなくて日曜のアメリカの家の前に売ってる。やってる、やってたとこある。俺ちょっとおしっこしたいんだけど、どっかでおしっこできんのかな。おしっこしたいね。うん、公園行く。公園、三角公園。遠い？三角公園で近いと思いますけど。多分
放っておけなかったんですよ、僕らの田舎者が。そうだから藤本さんもああいう感じで声かけてくれて、優しい、面倒見てくれる人がいるんだね。大阪の人いいっすよね。あの人も本当、本当トイレある、もう右行ったら左行ったらある、やべえ、あの人いい人だわ、やべえ最高の人、またいつか会いたいわ。おじさんトイレ教えてくれて本当嬉しい、ありがたい、あの人優しかった。結局はこれを見ろっていうメッセージだったのかな。そうかな、同じ。かっこいい。行かないですか？もうこれがブラだよな、いわゆる。これもうモロっすね、うん。右も左も。ブラガイだね。うん、じゃあ一旦飯食いに通天閣の方行ってみますか。お願いします、はい、行きたい、通天閣、たこ焼き食うぜ、たこ焼き食おう、お腹すいた、老人ホームか、酸素マスクで何だここ、ちょっと飲み物買っていいっすか、はい、お茶の顔、あーまた買っちゃった、うまそう、じゃあこっちだな、新世界、レッツゴー、その生活、じゃあちょっと、じゃあスーパータマで私の大好きな行ってみます、ちょっと頑張れば、クレバーな人は抜け出してるんですよ、ちょっとじゃあスーパー多摩で一周だけ行きましょう、多摩での、もう なんか全部うまそうに見えるのは俺だけかな、やべ128円、すげえ200、安い、はい、しゃ、じゃあ玉手で乾杯、玉手で乾杯、イエーイ、そうだ、203円って安いよね、安いよね、じゃあ、うん、チョコレートいただきます、うん、うん、うん、うまっ、チョコうまっ、うん、これね、ストラップぐらいじゃないかな、パンですね、新世界到着、いやいや、よし来た新世界、ガチャの穴だ、じゃあ新世界に着いたので飯っすね、そうだね、うん、ちょっと通天閣あたり歩こうぜ、はい、行きましょう、いやー、欲しい声、はい、おーすげー、おーし、いらっしゃるぜ、腹減ったよー、飯飯、ちょっと俺ホタテバター、よし、あー、ぶぶぶ、じゃあこれを店員さんに渡すと、すいません、よっしゃ、まずはここだな、よし、はい、じゃあおー、最高だぜ、イエーイ、最高、天気もいいし最高です。
緒に。お、来た。あ、来た来た。おー、美味しそう。もう一個も。はい、はい、はい、お願いします。おー、美味しそうじゃん。わお、最高。うめえ。あー、最高だわ。これも100個ぐらい食える。最高。100減るわ。100個ぐらい食える。これまだ5個連続で欲しいね。うまー、汁がうめえ。もうこれで腹減ったな、また火がついちゃう。じゃあ、たこ焼きいきますね。やべ、この汁超うまい。超うまい、うん、汁が超うまい。ご飯欲しい。おー、ホタテうまかった。ホタテ100個いけたね。ホタテ100個いけたね、あれね。全然100個いけたね。射的やっちゃう。射的兄貴、腕見せちゃおうかな。嘘、マジでゴルゴ。ちょっとやっちゃってよ。じゃあやっちゃう。忍者。すごい落としてんじゃん。マジかよ。何これ。これ2階で手裏剣の体験やってまして。おい、出してもらえばいい。新人超うまいじゃん。やべえ、新人俺500円をあげるから全部やってよ。やばくない。やっぱり何で。マジで。いやー、射撃うまい。びっくりしちゃった。なんか、え、何これ、剣もらったの。あれじゃないの、手裏剣道場。手裏剣道場。じゃあこれ今日行って、あ、飯食って手裏剣来る。いよいよ、結構俺手裏剣得意だから。よし、飯食ってやると手裏剣行こう。すごい、新人すげえじゃん。すごいよね。びっくりしちゃう俺。むしろこの帽子やばいじゃん。なんかプッ。今日の服にぴったりぴったりじゃん。なんでやねん。今日の服ってなんでやねん。ぴったり。白が。なんでやねんにしようかな。なんぼすんの。買うの。買う。すげえな。胸か。胸どう。いや俺買う。いや買う。したら。俺も買う。これにした。あ、じゃあ3人で撮れましたね。スーテカバックで。はい、ポーズ。最高、大阪。やべえわ。今めちゃくちゃ歌うくらい、ニューヨークヤンキース。いや、最高だわ。あ、見て。食うね。えげつないじゃん、あれ。みんな食うね。お、いった。熱い。いや、熱いわ。絶対熱いわ。おお。一人になりました。僕一人。あの友達他泊まるって。はい、布団はありますよね。布団は一人分はあります。うん、ここがトイレなんですよ。で、まあ、終わったら消してもらうと。はい。あ、おじさん、で前日本の旗つけてたですよ。そうや、それ。あ、俺こ、うん、取ったよ。あ、最高。いた。いや、会えた。よかった。会えた。うん。